マジコイプラス、どんどんパフパフ。親睦を深め、より多くの情報を引き出してこい。別にいいけど、どういう風の吹き回し？行ってらっしゃい。ちょっといいかしら。この後私と勉強会をする気はない。突然で戸惑ってるかもしれないけれど、小先に勉強を教える約束をしちゃって、どう教えたらいいのかわからないのよ。それでどうかしら。そう言ってくれると助かるわ。お昼ご飯食べたら私のところに来て。では早速だけど始めるわね。あなたには今さら基礎や復習は必要ないわよね。私が問題を出していくから、それを解いていく実践形式にしましょう。じゃあ行くわよ。第1問、水 1g の温度を1度上げるにはどれくらいの熱量が必要？正解。じゃあ次の問題は英語よ。 She is as tall as he is。 和訳すると、うん、正解。さすがね。では最後の問題、国語よ。馬脚を表すとはどういう意味？正解。うん、国語には強そうよね、あなたって。だいたいこんなところかしら。ありがとう、参考になったわ。付き合ってくれたお礼をしたいんだけど、放課後空いてるわよね？ワンパターンなのよあなたは。とにかく今日は一緒に帰りましょう。勉強に付き合ってくれたお礼に何かご馳走するわ。何か希望はある？妥当なせんね。それで行きましょう。人に教えるのって難しいわね。私には人がわからない理由がわからないもの。小先にどうやって教えればいいのかしら。気持ちで学力が向上するならみんなエリートになれるわね。あなたって意外と体育会系のノリなの。あ、そうだわ。あなたが小先に教えてあげて。そうすればいい雰囲気にもなるでしょ。ふふ、これは名案だわ。私が教える必要なんてなかった。行ってらっしゃい。お待たせ。待たせちゃったかしら。よもや私たち二人だけになるとは思わなかったわ。みんなの都合が急に悪くなるなんて。小先ってば本当に間の悪い。ううん、なんでもないわ。それで今日は確かプールに行く予定だったわね。ちょうどよかったわ。最近泳いでなくて体がなまり気味だったの。じゃあ行きましょうか。何、人のことチロチロと。どこを見ているの？そこをそんなにまじまじと見つめられるとさすがにいい気はしないわね。もじもじと何か言いたそうだけど何？それを言う相手は私ではないと思うけれど。でも褒めてくれてありがとう。それじゃ早速泳ぎましょうか。でもその前に準備体操はしっかりやっておくこと。
事故が起きてからでは遅いから。さて、それじゃあ早速泳ぎの練習を始めましょう。何か練習したい種目はある？それなら私が教えてあげられるわ。バタフライ割と得意だから、ちょっとした別名で呼ばれてたりするし。なんて別名かって？それは教えられないわ。さあ私も少し泳ごうかしら。一応大会もあるし、バタフライで50メートルを何本か泳いでくる。少し待ってて。どうしてその名を？それやめてくれる？恥ずかしいから。ふう、久しぶりに泳いだわ。疲労感が心地いいわね。今日はありがとう。しばらく泳いでなかったからいい気分転換になったわ。また明日学校で。じゃあね。おいしいお菓子買ってきてね。あら、あなた帰ってたの？今日はずいぶん早かったのね。今で洗濯物をたたんでたから全然気がつかなかったわ。そんなところに突っ立ってないでさっさと中に入って。邪魔だし風が冷たいじゃない。うん、何か言いたそうだけど。何？なんでそんなことしないといけないの？あなたが帰ってきたこととキスとは何の因果関係もないわよね。要はそれだけ？私忙しいんだけれど。いい？私は新妻で今のところ毎日の家事をこなすのに手一杯。したがって余計なことに時間を割いてる余裕はないの。わかるわね？わかったらお風呂に入っちゃって。追い炊きのガス代もったいないから。お風呂上がったらすぐご飯にして、冷めてるから適当にレンジでチンしなさい。片付かないからさっさとお願いね。以上、質問は？は？あなたと私が？どうして？うちのお風呂は二人が同時に入れるほど広くないから物理的に無理。第一、私はもう先に入っちゃったし。前から気にはなっていたけれど、あなたは少し夢見すぎじゃないかしら。新婚生活にどんな夢を見ていたのかは知らないけれど、私たちは現実を生きてる。しっかり現実を見つめていかないと。もう少しあなたの稼ぎがあれば、その限りでもないんだけれど。何しろ結婚してからずっとギリギリの生活が続いているでしょ。新築のマンションを買ったはいいけれど、ローンの支払いで月々の余裕はないし、子供が生まれれば生活費は増えるし、学費だってかかるようになる。今から合理的に生きていく癖をつけておかないといけないわよ。あなたが新婚生活に何を求めているか知らないけれど、これも一つの形よ。それじゃあお風呂さっさと入っちゃってね。ちょっと厳しく言い過ぎたかしら。あ、あなたちょっといい？冷蔵庫の扉がちゃんと閉まってなかったんだけれど。おはよう。ずいぶんうなされてたみたいだけれど、嫌な夢でも見たの？まるで売りに出される子牛みたいな切ない表情をしていたわよ。はい？何の話？そろそろお昼休み終わるわよ。寝ぼけてないでしっかりなさい。
何が起こるか想像もつかないわ。あ、ちょっと待って、誰だ。あ、こっちを見ちゃダメ、声だけで当てて。あなたならわかるはずよ。さあ、私は誰でしょう。当たりだよ、さすがだね。あ、急に声をかけちゃってごめんね。迷惑じゃなかったかな。で、私の顔まじまじと見てどうしたの。私、何か変かな。すごく、そんな、おお、私って変だったんだ。それより、飼育スペースの掃除、私も手伝うって話は OK かな。だって、一人だと大変でしょ。邪魔にならないように頑張るから。それじゃあ、早速行こうか。わあ、生き物がいっぱい、にぎやかだね。じゃあまず、プランターから水やりをするね。その後は餌やりを。小屋の掃除は一番最後でいいかな。それじゃ、作業開始。ルンルンルン。みんな、お水をたくさん召し上がれ。プランターには愛と勇気の腐葉土を、金魚鉢には知恵と元気のフレークを。みんな、食べ過ぎないように気をつけて。ルンルン。私、女の子なんだけど、一応。あ、ちょっと待って、で、怪我してるよ。きっとバラのトゲじゃない。さっきバラの手入れをしてたでしょ。ちょっと待っててね。確か私、絆創膏持ってたはず。あった。じゃあ傷口洗って消毒するね。これでよし。後で保健室に寄ってちゃんと処置してね。ん？私の顔じっと見つめて、どうかした？そう？でもさっきまで変だって。そんな風に言われると恥ずかしいな。でも褒めてくれて嬉しいよ、ありがとう。ちょっと、起きてってば。いつまで寝てるの？もう放課後よ。応答なし。かくなる上は。まったく。騒がしい教室で、よくそんなに熟睡できるわね。それより、あなた邪魔。そこで寝られると、掃除ができないわ。何よ、ぼーっとして。何か夢でも見ていたの？夢の中の？あ、なんか今がっかりされたような激しく不愉快な波動を感じたわ。ほら、余計な口を聞いてないでさっさとどきなさい。さもないとまた蹴るわよ。